もしもし、あーごめんごめん、ちょっとね今ね YouTube の撮影中なんだよね、ごめん、ちょっと後でかけ直すね、ごめんね。こんにちは。ちょっとわざとらしく始まりましたが、はい、今回はこんなの電話、ね、すごいよね、電話の話をねしてみたいと思うんですけど、はい、正直なところ今日本当はこれあるコレクターさんだった方、うん、まだ死んでないですよ、うん、その方がもう土地なんでもう全部もう引き取ってよっていう話で僕引き取らせてもらったんですけど、うん、本当はね今日オブザーバーとして来ていただくはずだったんですよ。そういう話だったよね。そうですね、正直言って僕のわからない電話についての知識ってあんまりないもんでその方のねいろいろお話聞きながらやるはずだったんですが突然ちょっと来られなくなっちゃったんでもうしょうがないんで、まあ、知ってる限りの知ってる限りでね、そうそう、これでやらせていただきたいと思うんですが、うん、それでちょっと納得してもらってお願いいたします。やっぱりこういう話はただ話してても味も何もないから、まあまあね、前回前々回ちょっと酒、そうがないと寂しいもんね。なんかちょっと飲んだだけだ、そうそうそう、あれじゃあ我々の主義思想がそうですね保たれないよね。そう、今日はどういう酒、ちょっと今日はですねこういうやつを用意させていただきましてですね、秩父の樽酒いいんじゃない、これでですね一生明けちゃう今日は行っちゃいましょうかね。行っちゃう、ね、この間ねこんなの見つけたんですけど、うん、どんなものですかねこれ。いやなかなか味があっていいんじゃない、素朴でね、もうこの素朴なんだけどこの形っていうのは縄文時代からもうだから6000年ぐらい前から、いや7000年ぐらい前から、そうこの間三内丸山こういうの見た見たでしょ、うん、でだから日本に限らず世界でこういう造形美っていうのは何ら変わってない、素材が変わって、まあ、進歩してるっていうか、まあ、丈夫になってる、それだけのことで、ただ形そのものってのは人間ではこの辺はあんまり進歩してないっていうのは進歩してない、という話なんだけれども、うん、まあこれで一個、まあ、たっぷりと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 飲みますね。たっぷり飲みましょう。じゃあ行かしてもらいますね。はい、はい、あさあ、おちょっと色が、うん、ね黄色っぽい。はい、じゃあまずうちょ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 、僕は手酌でいいです。あ、手酌でいいですか、はい、ちょ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 、まあ飲んでからの話なんで、今日の話はほぼよっちゃんがやってくれると思うんで、じゃあそういうことで、はい、失礼します。うん、うん、独特な味だね何とも言えない、何とも言えない独特な味だね。樽ですよね、樽だね、樽ではあるんだけどね、うん、まあいいんじゃない、まあまあそんなところで、それでまあ飲みながら、うん、電話なんで、ちょっと僕電話は本当に詳しくないんで、ただ昔使った電話があるんで、まあその辺だけちょっと入らせてもらいますか、あと全部やってください。というか僕も全くまあこれねわからないんですが、ただねこの電話ですね、この電話、うん、皆さん知ってますかね、これ見たことあるね、これねこう回すんですよね、うん、これどういうふうに使うかというと受話器を取ります、取ります、で回します、そうするとね交換手が出るんです。そうそうそう、何番ですかそうって言うから、そう何番ですって言うと、そうそうお待ちくださいって繋いでくれる。そうでこれね実はね以前にね、うん、紹介した氷雪のものってこんなこの辺が紹介したと思うんですけど、これに出てくる交換手、この交換手、これよりこっちの方がもっと分かりやすいかな、いわゆるこんな感じ、こんな感じになって、で交換手の方っていて、で向こうの方でちゃんとこう、そうそうそう、ただねこれね、うん、高校時代とかね女の子と長電話とかするじゃないですか、うん、この時代の電話って交換手の人全部聞こえてる、聞こえてるんだよね、全部聞こえてる、全部聞こえちゃってるのね、そうそう
聞かれちゃってる秘密は、うん、あそこの村のなんとかがなんとかと、こんな話してたと。交換手時代っていうのは全て聞かれてた、聞かれてた、うん、だから秘密が秘密じゃなかったんだ。多分小学校の、4、5年生ぐらいまでは、うん、あのダイヤルじゃなかったんですね、うん、あの地方は遅れてたの、うん、もうそれはしょうがないんだよね。あのただこれも味があったよね。そう、味があってね、これあのね、もう何回もこうやってね音出てくるんだよね。そう、確かね、これね2号電話って言ったと思うんですけど、うん、あのこういうこういう古い時代のこういうのって必ずここにこうレバーとかがついてる、うん、これもそうですね。そうそうそう、ここにあってレバーがついて、そうそうそう、うん、でこうぐるぐる回して向こうの方にあのそうそうそう交換手が出てっていう、うん、そういう時代っていうのは大体どころ70年前後の頃までは使われてた、うん、電電公社の時代だよね。そう、まあ聞かれてたんだけれども喋、うん、ってる方は聞かれてることは知らなかったな、あの当時は、うん、ほとんど知らない。ただ交換手は全て聞いてた、このね、では珍しいのが、うん、この赤いやつ、これあの工事電話じゃないんですよ、うん、でもこう赤い色も出てたっていうのは、これ知らなかったの。それは知らなかった。これはね珍しいなと思ってね、さすがはまあこれくらい。でこの辺のやつっていうのはね、よくまあ、映画なんかに出てくるね、映画なんかにね、うん、出てきちゃうやつなんだけど、これ実はね、今日ねいれば詳しい説明もちょっとできたと思うんですけど、うん、これだけでは使えなかったんです、うん、で実はこれが必要だったんですよね。音が鳴るやつね、うん、ベルボックスというか、この機械がないと電話がかかってきても音が鳴らないから分かんないわけですよ、うん、だから必ずこの電話とかこういう電話って必ずこれがくっついてたと、うん、この辺も知らないな。知らなかったしね、この辺も知らない、まあ、電話の歴史の話になっちゃうね今日はね、これもいわゆる後の形なんでこうベルがついてるんだけど、うん、そうそう、これも最初のやつは箱だけで、これがまた別に存在してたっていうね、うん、準備できなかったんだけど、うん、設計図をコピーしてくれたんですけど、うん、何が何だか分からない、うん、あの L の何1とか2とかってこう書いて、うん、そこをこういうふうにつなげなさいっていうその図なんだけど、あったんだ、ちゃんとあるんだけど、うん、それ見ても分かりません、どれが L なのか分からなかったんで、うんうん、ただつなぐと今でも、まあ、さっきのこの電話もそうなんですけど、先っちょ昔 のモジュールってやつなんですけどね、あれをつなぐと聞くことだけはできない、うん、そうなの、かけることはできないんだけど、さっきみたいに自分が受けることってできるんですよ、うん、これ受けることできるからちょっと楽しくなっちゃうんですよね、こういうのって。ほら僕の家があったでしょ、はい、あの地下室にこれを置いてたの。なるほど。で聞くときだけ聞いて、かけるときだけかけてて、まあ楽しみだよね、うん、そういう遊びをやって、なんか、ね、うん、こういうのって嬉しくなっちゃうんですよね。そうそうそう、で音が電話なってもこの音チリリンとか、この音ちょっと変わってたけど、チリリンチリリンでしょ、あれがすごいこう楽しみな音だったね。そうですね、うん、こういう形のなんかちょっとした知識があると、このいわゆるケツの部分ですよね、うん、ここの部分をこうなんかつなぐとちゃんとモジュールに変えられるんで、そうそう、うん、モジュールっていわゆるパチンって電話線ですよね、うん、あれに変えられれば全部なるなるんですね、受けられる、電話機が壊れてない限りは使えるみたいなんで、うん、こういう遊び方っていうのもちょっと楽しいんじゃないかなふうにね、ちょっと思ったりなんかしちゃいました。うちはこのお店でこれもう置いちゃって、うん、なんとなくね、うん、まあ、いいよね、うん、いい雰囲気が出るかなって、そんな感じにやってます、うん、はい。このいわゆるレバーを回す、うんうん、このタイプって2号電話っていうらしいんですよ。でこのまあまあこれは2号電話も後の方のもので、うん、ね、その、うん、ただいわゆるこういう形というのは大正時代にもうすでに出て、うん、でまあまあ交換手が出るっていうのが、まあ、2号なのかな、うん、いい加減なこと言うとまたね怒られるかもしれないけど、僕そういうふうに理解してるんですけど、うん、こういう形のものが
大体こう主流になって、3号電話というダイヤル式のものっていうのは昭和8年に出るんですけど、それはちょっと今回はまだ置いてません、まだね、あの、とりあえずは、あのこういう2号のレバーでやってるもの、うん、これを今回ちょっともうあの皆さんの方にっていう形で出してます。でこのまんまですね、第2回をやりたいと思うんですけど、そこの場で3号とか4号のちょっと変わった、うん、あの今でも残ってるっていう、うん、そういう電話のご紹介したいと思いますんで、見ていただければと思います。今回はそうですね、飲む暇がなかったんですが、電話の歴史の走りをやったということで、次の段階で、ね、ちょっとまあ、新しいバージョンね、新しいバージョン の, あの変わったものをご紹介したいと思います、はい、ではまたよろしくお願いします。